よし、もう一回行こう。いやー、さっきはびっくりした。やっぱポイゾンジャイアントに先制されると本当、死ぬよね。あれよく本当、死んだのとどますだけで、済んだよ本当。普通あれ、後衛はみんな死んでておかしくないよね、あれ。よく生きてたよな、チョロ松とカラ松は。悪運が強いというか、なんというか。だからね、ブレス持ちとはやりたくないんだけどね。大体強敵はブレス持ってるからね。こいつら毒にしてきたっけ？確か。待つぐらいしとくか。マハリトぐらいはするか。あ、マハリトで全滅するんだ。そんな弱いんだっけ、あの雲たち。あー、ナイトストーカーか。あー、やっぱりドレインは危ないよ。前衛はみんなね、手裏剣持ってればやってもいいんだけど、どうしようかな。モンティのするほどかどうか。多分みんなで殴れば死ぬだろう。いらん。うっそー、なんで？もう。もう。まあいいや。金は結構持ってんだよな。なんとなくあの、ファイヤージャイアントはね、あの、つい最近、終わったあの、ミスト4のね、アクナーにちょっと見えてくるんですよね。アクナーの方がもっとこう、もじゃってるけど。またこういうブレス持ち来るでしょ、これ。こういうのほんと困るんだけど。一刻も早く HP を減らしたいんだよな。よし。ガス爆弾？本当に？金しかないし、なんだよもう。ちょっと、お前さっきのファイアドラゴンが死んだやつでしょ、きっと。死んだと思ったらアンデッドで生き返りやがって。あの、ドラゴンゾンビは設定上あの、ファイアドラゴンのゾンビですからね。多分さっき私が倒したファイアドラゴンが生き返ったんでしょう。あー、これはやっておきたいな。なんか美味しいアイテムが出る可能性があるからな。あ、呪文いらなかったか。警報？これ、警報じゃなかった時が悲劇だけどな。大丈夫ですね。なんかやっぱ心なしか、なんだよ。心なしかカルフを使わない方がやっぱり、アイテムの、出がいい気がする。なんかカルフを使ったらさ、手に入るアイテムもなんか少ない気がするんだよな。気のせいかもしれないけどね。お、経験値の塊。経験値の塊。もう2、3匹出てほしいな。怖いなぁ。カルフを使わないとね、不安でしょうがないんだよな。まあ、カルフもね、20回に1回だったかな。5% の確率で外すからね。その 5% が結構クセモンだからな。こいつらか。とりあえず、ゴーゴンやって、で、もう、これ終わったら帰るか。警報ばっかりだけど、本当に？不安になってくるな。え、怖いんだけど。
旦帰ろう。よし。初仕事お願いしようか。一旦十始末を外しちゃうか。で、ちょっとこう、ね。間にスペースを入れることで、ちょっとこう、ね、韓国人っぽくなるよね。で、巻物とかあの辺から行きたいな。こっから行こう。本当になんか韓国っぽいな。いらんなぁ。結局カルフを使ったところ、使っても使わなくても、バディオスの巻物は出るんだな。じゃあこの鎧。早いよ。飛ばすねー。ペースが早いねー。じゃあこの剣行こうか。よし。おお。呪われてたじゃん。危な。危なかったな、この人。学習能力あるのかな？この鎧から行くか、じゃあ。あ、違う、一松じゃない。こんだけやって呪われなきゃ、マイナスアイテムではないのか。でも意外とね、粘る可能性はあるんだよな。でも全然鑑定できない。さすがにこれで呪われてはいないか。全然鑑定できないな。なんで？びっくりするぐらい鑑定できない。これで呪われてしまったって言ってたら思う？こいつにそんな時間かかったんか。いらぬなぁ。トドマツに渡しとこう。じゃあこの剣行こうか。毎回言ってるけど、カシナートが欲しい。カシナート欲しいです。いらんなぁ。なんでそう、いらないものばっかり出てくるかな。じゃあ、最後かな、これ。兜いきますか。呪いの兜。あ、悪の兜プラス2。これはいいよ。これは素晴らしいじゃないか。誰に渡そう。すごく悩むとこだ。これは、悪の兜というだけあって、悪の人しか装備できないですね。善と中立が装備すると呪われちゃいますね。よし、じゃあこの調子でもう一回行こう。よし、もう一回行こう。ちょっと調子こいて、おそ松を最前列に復帰させました。まあ、悪の兜持たせたからね。ちょっと調子こきすぎかな。悪の兜装備してるから、人よりは、あれなんですよ。アーマークラス低いんですけど、ただ手裏剣持ってないからドレイン食らうとね、普通にレベル下がりますね。手裏剣もう2個欲しいな。本当にカルフを使ったら宝のランク下がるのかもな。これは殴ればいいか。ぶっちゃけファイアージャイアントがさ、さっきの雲2体とそんな変わんない経験値だからね。割に合わなすぎるよ。
やめておこう。先制できないからやめておこう。プレッシャーかかった。まあ、ディスペルしちゃうと経験値入んないんだけどね。それよりもライフスティーラーだから2レベルのドレイン食らって地獄見るよりはいいかって思ってね。なんでだよ、出てくるスペースねえだろ。 あ呪い解いてどうする。よし、本番ですね。誰が来る？ちょっとマスターシーフを先にやろう。こいつ逃げる可能性あるからね。で、レベル8ファイターは、どうしようかな。マダルトするほどじゃない気もする。ダルトぐらいでお茶を濁すか。あ、ちょっと痛い。意外と痛い。意外と当たるな。ガス爆弾か。立てねえ。結構前衛食らったな。ま、でもまあまだ3桁あるから。最悪マディもあるしね。そう、マディが使えるうちは本当安心なんですよ。マディがあれば、ちょっとマーフィー先生はごめんこむる。マディがあればね、どんだけの状態でも HP 一気にフルチャージできるからね。あー、やるか。ここはこれでいこう。で、お漏らしした時のこと考えてこうしよう。よし、メイジブラスターか。これメイジブラスターじゃなかったら怖いけどね。え、金しかないのか。なんかね、金だけってちょっとね、こうがっかりするんですよね。もう金はね、ぶっちゃけいらないんですよ。こんだけあったら。もう最悪村正売ってもいいしね。どうせ使わないから。よし。警報か。なんか警報がしょっちゅう出てくるんだけど。ちょっと市松が危ういか。まあ、でもまだ98もあればいけるか。よいしょ。ちょっとこの辺から帰るかどうしようか悩むとこだな。こいつらか。マリクトを使うほどではない気もするんだよな、こいつら。せいぜい使える呪文って、マハリトとかそのぐらいだからさ。ビショップなんで、レベルに対して覚えてる呪文ってね、そんなに強くないんですよ。同じレベルのメイジとかプリーストに比べたら全然弱いですね。本当か？ここで毒針なんか来る？嘘じゃん。嘘つくなよ。こういうことがあるから、こういうことがあるから怖いんですよ。大嘘つきやがって、こいつら。くっそ。よし。ちょっと消耗したな。したけど、マリクトがあと1回使えるから、次で帰るか。いやー、マリクトが本当に強くてね、ありがたいね。まあ、ティルトウェイトの方が強いっちゃ強いけど、
なんだよこのラインナップ。まあ切羽詰まってる時にあの人たち出てきたらすごく嬉しいんだけどね。今はどっちかっていうと、そうきた。微妙だな。まあ帰ると考えて、そっかマリクトができないですね。これ使っちゃう？誰に聞くかな？聞かないかもしれないけど、まあいいや。使っちゃおっか。聞かないね。ああ、もうマリクトしよう。壊れなかったね。こうするか。あ、レッサーデーモン。仲間呼んだね、今。しかも、呪文妨害したって言ってた。こいつら呪文無効化あんのか。ちょっと舐めてたな。怖いな。前科があるからな、こいつ。よかった。帰るか。マリクトが尽きたらさすがにやばいっしょ。市松を一旦じゃあ外すか。で、鑑定タイムといこう。巻物結構あるね。巻物先にやろう。はね、使えるものはロミルはカッキノか。カッキノの巻物もそんなだな。ロミルワの巻物が一番ありがたいかな、やっぱり。同じことずっと言ってますね。でも正直巻物で使えるもんってほんとそれぐらいなんですよ。他の巻物はね、もうバディオスなんかいつ使うんだよこれ。絶対使う必要ないわ。あ、もう一個あるじゃん巻物。あ、来た来た来た。これはありがたいですね。じゃあもうぼちぼち装備品しかないかな。じゃあこの鎧か。鎧今回防具ばっかりかな。ひょっとしてあんまり剣とかもらってない気がする。鎖片びら、鎖片びらじゃプラス2であってもな、必要なかろう。盾、今回盾がやたらとある気がするな。よいしょ。よいしょ。来た来た。呪われてんじゃん。よかったね、君。こんな頻繁に呪いのアイテムに遭遇してんのに。今回の方は悪運が強いね。悪運？悪運が強い。幸運なのかな？あ、じゃあ、ん？あ、これ違うじゃん。ああ、モンティノの杖。これはまあ悪くはないね。これ持っときゃさ、こっち、呪文がさ、使えない先制攻撃の時でもモンティノかけれるから、結構安全に戦えますね。と言ってもな、使ったら壊れる可能性があるからな。過信は禁物だけど、まあ便利なことに変わりはないな。あ、違う。縦が1個しかないかな。これが最後ですね、じゃあ。
こんだけやって呪われないということは、呪われては、呪われてんじゃん。何者？学習能力が高いな。一回呪われただけで他の呪いを全て回避する。